どうもアガポニです。今回は裏交易についてです。裏交易を利用すると特殊かつ便利なアイテムを入手できるようになるので、使っていない方は是非といったものになってます。それでは早速いきましょう。裏交易はサンブレイクで追加された交易戦の新要素になってます。使えるようになるタイミングはエルガドに到着した後に、この出張お供広場窓口のナギと会話することで解放されます。具体的なやり方ですが、交易戦アイテムを増やす交易依頼と進んで、このね選択画面を表示させます。この画面で Y ボタンを押すとこんな感じで紹介状を持たせることができまして、これだけで裏交易の準備は完了です。ちなみに裏交易をやめたい場合はもう一度 Y ボタンを押すと紹介状の取り外しができますね。紹介状は特になくなったりするようなものではないので、基本的には持たせておいた方がお得なものになってます。あとはいつも通りクエストをこなしていけばどんどんアイテムを持って帰ってきてくれるので、ボックスがいっぱいになったら回収しに来るだけといった感じになりますね。で、この紹介状を持たせた裏交易をするメリットですが、持って帰ってきてくれるアイテムの中に裏交易でしか手に入らないアイテムが含まれるという点ですね。主なものとしては神丹田、魔界油3種類、錠のかかった宝箱といったものになってます。それぞれのアイテム効果を簡単に説明しておくと、まず神錬丹は魔化錬金に使うアイテムになってます。本来錬金はね、素材の選択決定をした後にその錬金を完了させるには一度クエストに出発してクリアか失敗をしてくる必要があります。ただこの神錬丹を使うことでクエストを挟まずにね、こんな感じですぐにその魔化錬金を完了させることができるといったものになってます。次は魔化油です。魔化油は特濃魔化油、濃厚魔化油、薬用魔化油と3種類あります。で、これもね魔化錬金で使うアイテムになるんですが、こっちはですね素材として使えるといったものになります。これまではモンスターの素材とかチケットなんかを使っていたわけですが、この魔化油も使えると。しかも手軽に手に入ることに加えて評価値も高めになってます。薬用は50、濃厚は100、特濃においては200なのでお得な素材になっているといった感じですね。モンスターの素材やチケットは武具の生産や強化で使う用途があるので、錬金においてはこの魔界を使っていくことで効率的な生産ができるといったものになってますね。次は錠のかかった宝箱です。これも裏交易で手に入るアイテムの一つではあるんですが、手に入るタイミングとしてはマスターランクが4以降となってます。その上でこの錠のかかった宝箱の用途ですが、これは専用防具を生産するのに必要な素材アイテムになってます。作れるのはねこのバルバニアシリーズになりますね。とまあこんな感じで裏交易で主に使える素材は今回紹介した神錬丹、魔界油、錠のかかった宝箱あたりになるんですが、他にもね売却専用アイテムなんかも手に入ったりするので、まだ使っていない方は利用しておくといいかと思います。ただまあコタル、ダイタル、トラップツール、空き瓶あたりのねいわゆるガラクタアイテムを持って帰ってきたりするので、毎回必ずこれらのアイテムが手に入るというわけではないという点は事前に把握しておく必要はありますね。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。